下本蓮は日本の大倉官僚、建築家、工学者。日本建築学会副会長、戦災復興院議官、戦災復興院営全部部長、工学院大学工学部教授などを歴任した。大倉省に所属する技師として、総理大臣官邸をはじめとする多数の官公庁を設計した。退官後は、加減設計事務所の代表として活動すると同時に、 工学院大学工学部の教授として、更新を育成した。1888年、福岡県小倉市にて生まれた。退治を抱いて上京し、東京帝国大学に入学し、建築学を学んだ。1914年、東京帝国大学工科大学の建築学科を卒業し、学士号を得た。大倉省庁舎大学卒業後は、 大倉省の大臣官房臨時建築家雇いとして採用された。その後は国家公務員たる医師として多数の観光庁の設計に携わることになる。内閣書記官官舎、警視庁庁舎、内務省庁舎、大倉省庁舎、横浜税官庁舎、文字税官庁舎、長崎税官庁舎などのプロジェクトに携わった。大倉省の永全管財局公務部公務課、 第二製図係の係長だった際には、総理大臣官邸の設計主任を務めた。しかし、敷地内に2メートル近い段差があったことから、建物内の空間の配置に苦心することになる。また、建築資材の選定も加減が担当しており、喫煙室の内装材料以外はすべて国産の資材を指定した。また、大倉省庁舎の設計にも携わっている。しかし、当時は、 物資が不足し始めていたことから、1936年に一旦工事が中断され、その後小規模な工事が進められ、最終的に外壁のタイル張りを行わないまま1943年に完成扱いとした。1943年、日本建築学会の副会長に選任された。同じく副会長であった北沢五郎や島田藤らと共に会長である。 小林正和を支えた。太平洋戦争後は、大蔵省から、戦災復興院に転じ、機関、衛全部部長として活躍した。戦災で荒廃した観光庁を復旧するべく、その人頭指揮を取る。退官後は、自身の事務所として、加減建築事務所を設立した。また、工学院大学にて工学部の教授として奉職し、更進の育成に尽力した。 警視庁庁舎総理大臣官邸窓の形状加減は自身の作品を振り返り1階の窓を丸くする点を特徴の一つとして挙げている。具体的には警視庁庁舎、内務省庁舎、長崎税官庁舎などが該当する。ライト風加減の代表作として知られる総理大臣官邸については基本計画、基本設計、プラン、エレベーションを加減が担当し、それを 笹倉梅太郎が製図し図面に落とし込んだという。総理大臣官邸の耳づく像やレリーフについても笹倉が担当した。総理大臣官邸はフランクロイドライトの影響が指摘されるが、下本自身は玄関ホールのインテリアが最もライト思想の濃い部分だと指摘し、これらは笹倉ら若手が力を発揮した部分だとしている。加減はライトの模倣ではない。 ライト風ではある。ライトスクールというところでしょうけれども、自家写し模倣はほとんどないと述べている。また、当時の時代背景について、ライトは、あの頃、やはり帝国ホテルをこしらえて、日本では非常に珍しかったし、特に若い者が相当惹かれたというのは、これは当然と語っている。ささくらの手腕については高く評価しており、非常に、 デザインの上手い男と評している。笹倉が担当した総理大臣官邸の玄関ホールについても、細かいデザインなんか非常にライト風ですけど、よくあんな細かいものをやったものだと、今でも私は感心しておりますと述べている。また、一部の建築家らが総理大臣官邸について、華やかすぎる、あまりにライト的であると批判したことに対しては、下品機能を兼ね備えている以上は、 華やかさも許容されると反論している。また、批判を耳にした東京帝国大学工学部教授の佐野力が興味を持ち、実際に見分するため現場を訪れるという騒ぎも起きたが、調査を終えた佐野が高評価を下したため加減も安堵したという。中島屋談次に対して、浜口政権当時、内閣総理大臣秘書官である中島屋談次から、 総理大臣官邸の兵を高くするよう要請されたことがある。加減は警官上の問題点を指摘したものの、中島は警備上の観点からもっと高い兵で取り囲むべきだと主張した。中島から直接要望されたこともあり、加減は兵の高さは変えずに、兵の上に有志鉄線を張り巡らせる対応を取った。加減は兵を高くするくらいで人心をどうすることも、 できないじゃないかと懸念していたが、その直後、内閣総理大臣の浜口裕子は、東京駅で佐合や止めに銃撃され、その後、没している。吉田茂に対して、内閣総理大臣は、総理大臣皇帝に常駐する方が望ましいと、常々考えており、官邸として作ったんだから、少なくとも、総理大臣皇人としてはそこに住まうべきものだとの、発言も残されている。 特に、総理大臣公邸に居住しなかった吉田茂に対しては、大磯あたりにいて、ワンマン道路を作って通うなんていうのは、けしからんことと辛辣な批評をしている。1985年5月14日、総理大臣官邸にて、国際新聞発行者大会の出席者らを招いた、レセプションが開催された。その席上、内閣総理大臣の中曽根康弘が、 この首相官邸は有名なライトの設計なんですね。これは1920年代の建築ですけれども、日本はその頃から世界に門戸を開いていたわけです。と、スピーチした。国外からの出席者は、中曽根の説明を聞いて、簡単の声を上げた。なお、一部の聴衆は、中曽根の発言の誤りに気づいたと言われているが、その場で指摘する者は誰もいなかったため、 レセプションはそのまま進行した。加減が設計した建築物は太平洋戦争による理災により減損しないものも多い。また、戦後の政府機構の改革により故障が変更されたり、別の用途に転用されたものも多い。例えば、内閣書記官長官者は内閣官房長官官者となり、内務省庁者は人人ビルとして転用された。また、 総理大臣官邸には一時、内閣総理大臣官舎と書かれた表札が掲げられたものの、一般的には、総理大臣官邸と呼称されることが多い。なお、2000年代に入ると、新しい総理大臣官邸が建設されることになり、加減が設計した、旧総理大臣官邸は移設され、総理大臣官邸として転用されることになった。横浜税官庁舎。 ありがとうございます。